こんにちは。大阪市住吉区より参りました、大阪市立大学チームシランです。今年の演舞のテーマは浮世絵。地味な浮世絵が鮮やかに色づき、シランの花が満開に咲き誇る様子を表現しました。私事ではございますが、シラン15代目にとってこれが3代揃っての最後の祭りの舞台となります。先輩方、本当にありがとうございます。ありがとうございます。関わってくださったたくさんの方々への感謝を込めて、こぼれんばかりの笑顔で個性を輝かせるシラン人たちが会場を彩ります。精一杯演舞させていただきます。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。浮世絵描くも物足りぬ。
ました、15代目最後の演舞ということで本当涙なしでは見られない、感動の演舞だったのではないでしょうか。ありがとうございました、それでは続いては皆さんお待ちかねどんぶりタイムのお時間です。まだまだ知らぬ皆さんいきますでしょうか。いきます。ありがとうございます、こちら会場にはどん大将の米野凛華さんも来ております。前で真ん中で踊ってくださるということで皆さん一緒に盛り上がっていただければと思います。今回はなんと知らんの MC3 人で総踊りを盛り上げていただけるという特別バージョンとなっております。3人で MC をしたというのは第22回恋やれは初かなと思いますので、こちら特別バージョン、他のチームの方々も先ほどのようにチームの垣根を越えて手拍子そしておっころ拍子足拍子のもとで一緒に総踊り参加していただければと思います。一つになった、そんな最後素晴らしい、総踊りで15代目の最後を迎えてほしいと思います。それでは準備はいいでしょうか。準備はいいでしょうか。それでは行きましょう。ミュージックスタート。Oh!
でお送りしました。素晴らしい形で15代目引退 M となったのではないでしょうか。もう一度チームシラの皆さんに大きな拍手をお願いします。チームの垣根を越えて手拍子を越えましたチームさんもありがとうございます。